い、こんにちは、サスライボーズでございます。ということで、今回はチリのサンティアゴにある、アウトドアショップに行ってまいりたいと思います。こちら、リッチ、あ、リッチ、リッチやっていきましょう。デカトロンと言います。トランスフォーマーに出てきそうな、ね、デカトロンの名前ですけども、早速入っていきましょう。No, me no. I'm not buying anything. Okay. But it's, I love these things. It's like $30. Not too bad. Ah, quechua. This is gonna be $35. Two blocks. Sleeping bag. Yeah. Wow. Something inside. Ah, here. That's a rainbow. Ah, it's the rainbow. This one. これもついてんだ。Oh, I have to buy it. Shit, it's so tiny. Nice, very small.テーブルテニス、すげえ、見てこれ、これアイスボックスも入るんだ、すげえ、めっちゃ欲しい。2500円とか。マックの数全部ケチュアだ。 What the heck? $20-$25。 ケチュアのブランドは多分フランスの会社か、まあちょっと分かんないんですけど、結構バックパックの人持ってるんですよね。だよ、これ日本にまだ来てないんじゃないかな。それから25ドルですよ、2500円。このナイスな感じの服も大体2000円ですね。このマウンテンパーカーも大体6500円とか7000円ぐらいか。これ見てください、これね、半分にできるんですよ。2つに分かれるんですよ。でこういう風になるんですよね。欲しい。わあ、すげえ高級じゃん。これ高級だけど、これ5000円だからね。日本だと1万2万ぐらいするんじゃないかな。欲しい。インナーのフリースもついて、アウターもついて8000円ぐらいか。欲しい。デザインもいいし、ケチュアだし、2000円ぐらい。欲しい。すっげえサラサラ、収納もできる。欲しい、めっちゃ欲しい。うわ、こんなケチュアのブーツも7000円、8000円で売ってるよ。欲しい。いや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 、1500円ですか。こんないい靴が1500円ですか。欲しい。キックキック。おお。うえ。うえ。ブレンキーパー。これ見てください。300円で買わない人いる、これ。I'm not buying anything。買うよね。何でもあるっすね。何でもある。スノーケリングもあるし。ボディーボード。これはサーフィンの。ウェットスーツ。これだって1万とかっすよ。1万、何ミリか分かんない。これは結構高い。うわー、熱いわこれ。すごっ。スキー、スノボ、バスケットボールしてるな。ランニングシューズとかも2000円とかで売ってます。2000、3000ぐらいか。スパイクも1500円とか2000円とかで売ってるし、普通にいいスパイクだわ。普通に履ける。おバスケットボール、バスケットボール600円。ボールも、ボールも、テニス、テニスも2、3000円。バドミントン、バドミントン、ヘルメット、これは馬のヘルメット、馬、馬、はあ、ペスカ、釣りですね。やっぱさすがにこれとかはダイソーの方がいいね。ダイソーには勝てない。スケート、ウェーブボード、ロングボード、スケート、アダルト、かっこいいな。ローラースケート、フリースタイル、なんだっけ、忘れちゃった。ロッククライミングの靴から、そしてロープもありますね。いかがでしょう、このこれもいいっすね。このパンツ気に入った。はい、ということでデカトロンで、買い物が終わりました。このパンツとハーフパンツね、これ大体800円かな、600円、800円。でこのバッグがなんと350円ぐらいでございます。これやばい。でこのスティックがね、2つで多分600円とかですね。やばいっすね。で Do you have anything to buy? Anything else to buy? Only this? Only this? Yes。これはね、スカーフっすね。これ大体500円。これもね、よくあるやつ。ここに、ここに使う。これフリース。フリースが、これ8000?
それ12ドル、1200〜1300円ですね、これが。プリース、ケチュア、ケチュア。とてもいい買い物をしました。ありがとうございます。ありがとう。ありがとう。